愛知県第6区はかつて存在した衆議院の選挙区。1967年の第31回衆議院議員総選挙に際し、旧愛知1区から臨海部が分割された。当初の定数は3、その後1976年の第34回衆議院議員総選挙から廃止時までの定数は 4? なお、1975年に 名東区新設時に一部地域が旧愛知6区から旧愛知1区に復帰したので、選挙区から外れた。現在の小選挙区では3区、4区の全域と5区の一部に該当する。自治体の名称は第40回衆議院議員総選挙時点のものである。第40回衆議院議員総選挙7月18日執行、当日有権者数。 83万3480人、投票率59.49%第39回衆議院議員総選挙2月18日執行、当日有権者数79万5138人、投票率65.43%第38回衆議院議員、総選挙7月6日、執行当日有権者数74万9419人、投票率 60.37%第37回衆議院議員。総選挙12月18日執行当日。有権者数、72万4191人。投票率 58.、58.95%第36回衆議院議員。総選挙6月22日執行当日有権者数、70万1713人。投票率、 67.07%第35回衆議院議員、総選挙10月7日、執行当日有権者数、69万5975人、投票率 59.。59.52%第34回衆議院議員、総選挙12月5日、執行当日有権者数、69万2814人、投票率。 69.03%第33回衆議院議員、総選挙12月10日執行当日有権者数、69万510人、投票率 64.、64.48%第32回衆議院議員、総選挙12月27日執行当日、有権者数、66万7551人、投票率、 58.48%第31回衆議院議員、総選挙1月29日執行当日有権者数60万4102人、投票率66.84%。ありがとうございます。